ウィリアムズ FW12 は、ウィリアムズが1988年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。アクティブサスペンション搭載を前提として、パトリック・ヘッドが設計した。1989年には、FW12C を使用した。カナダ GP にて、マンセルがドライブする FW12。回収前のサイドポンツーには、情報廃棄型。 サスペンションはプッシュロッド。1988年のウィリアムズはホンダ製ターボエンジンの供給を受けられなくなった。すでに1989年からターボエンジンが禁止されることが決定していたため1年前倒しでジャッド製の V 型8気筒 3500cc 自然吸気エンジンを搭載した。 アクティブサスペンションは1987年シーズン終盤戦に実戦投入し、イタリア GP でネルソン・ピケが優勝するなど結果を残していた。1987年から1988年にかけてのシーズンオフ、ジャンルイシュレッサーをテストドライバーとしてアクティブサスペンションを搭載したマシンのテストを行い、これをドライブしたナイジェル・マンセル、リカルド・パトレーゼは、 アクティブサスペンションに対して良い評価を与えたため、FW12 に搭載することになった。しかしレースでは、アクティブサスペンションのトラブルが多発し、第8戦イギリス GP の期間中に、アクティブサスペンションは放棄された。ただし、フロントサスペンションは、通常のコイルスプリングを収めるスペースがなかったため、金属ディスクを重ねたスプリングを採用した。 第15戦日本 GP では新車 C が投入された。この車両には通常のコイルスプリングを採用したフロントサスペンションがモノコック内に垂直に取り付けられ同時にサスペンション形式がプッシュロッドからプルロッドに変更されるという大きな変更が加えられていた。ギアボックスはディフューザーのアップスウィープのデザインに干渉しないよう横置きで リアアクスルの前方に設置された。この手法は1990年代終わりまで流行することになる。サイドポンツーンは上面にラジエター排熱口を設けた小型タイプだったが慢性的なオーバーヒートに悩まされた。シーズン終盤は側面に排熱口のある通常のタイプに変更された。第9戦ドイツ GP では ロードラッグ仕様のエアロパッケージが投入された。リアウィングは下段フラップのみの小ささでインダクションポッドをなくし、エンジンカバーにメッシュの吸気口を設けていた。この仕様は予選に出走しただけで、以後は使用されなかった。FW12 は1号車から5号車までの5台が投入された。開幕戦でマンセルが 予選2位を獲得し、最先の良いスタートを切ったが、ジャットエンジン関連のトラブルが多発し、極端に乾燥率が低かった。マンセルは、ウェットレースの地元イギリス GP と、ツイスティナ・ヘレスサーキットで行われた、スペイン GP で2位となったが、それ以外は全てリタイアした。パトレーゼも、終盤3戦連続入賞と検討したものの、1978年、 以来10年ぶりの未勝利で終わってしまった。マンセルはシーズン途中水放送にかかって欠場し、ベルギー GP ではマーティン・ブランドル、イタリア GP ではジャンルイシュレッサーが代役として出走した。チームはジャッドとの契約をこのシーズンのみで打ち止めし、翌年以降からはルノーエンジンに変更することをシーズン中に発表し、 シーズン終盤及びシーズンオフでのテストではエンジンをルノー V10 エンジンに乗せ替えた FW12 バイトが登場した。シャーシエンジン FW12 シーズン年のジャットエンジンを使用していたチームは1989年よりエンジンサプライヤーとして復帰したルノーとジョイントし V 型重機と 3500cc 自然吸気エンジンを搭載した。 自然吸気に一本化されたこの年、V10 レイアウトを選択したのはマクラーレンが搭載するホンダエンジンとルノーエンジンのみだった。後継の FW13 が登場するまでのつなぎとして、開幕戦から FW12C が投入された。しかし、FW13 の開発が遅れたため、第12戦のイタリア GP まで FW12C が使用された。 第13戦で FW13 が登場した後も第14戦のスペイン GP までスペアカーとして使われた。第14戦ではリカルド・パトレーゼがマイナートラブルの目立つ FW13 を嫌い FW12C で出走している。車両のベースは前年の鈴鹿に持ち込まれたものでフロントサスペンションのダンパー、スプリングは モノコック内に垂直に収められていた。ルノーエンジンとのマッチングも良く、エンジンの信頼性は、ジャッドとは、比較にならないほどの戦闘力に高まり、序盤戦から、堅実な成績を収めた。第6戦カナダ GP では、ワンツーフィニッシュを果たし、ブーツェンが F1395 戦目で、初優勝を達成した。パトレーゼは4戦連続表彰台に立ち、 第10戦ハンガリー GP では、ポールポジションからリタイアするまでトップを改装した、シャーシエンジン。ありがとうございます。